どうですか？バイクパーキング仕様。かっこいい。水、椅子。椅子？椅子も持ってく。え、すごい。携帯工具。携帯工具ね。うん、いつものね。パンク修理キット。鍵。アブスのクソ重い鍵。ブラックバンのフレームバッグ。うん、キャメルバッグの。ダート用のやつね。ダートって何？蓋ついててロックもかかるから、うん、泥とか口につかない。でブラックバーンのこれデイキャンプ道具。でかでかでか。さあ何キロあるんでしょう。うん。見てください。ビビビビビ。18.5。ちなみに撮影機材を除いてですからね。じゃあまあ約倍ぐらいになりそうな予感。19ぐらいかな。倍やん。水が入ってるからさ。ああ、よし、じゃあ早速行こう。 GO！すごい。バカズのバーテープすぐボロボロになる気がする。こんなとこ立てかけたら。もうちょっと近め。
続けて。これはヘリノックスの超軽量チェア。どう？最高や。最高やで。あ、疲れた。それチャリで持ってきた？持ってこれるもんやな、意外と。ヘリノックスの超軽量チェア。何グラムつってたっけ？これは前から俺、もうこれ15年ぐらい使ってんじゃない？うん。ただの水入れ。ただの水入れ。登山とかでめっちゃ使う。ナルゲン？エブリデイって書いてある。続いては？これもナルゲン。ゴミ入れ。え、それゴミ入れな。ゴミ入れにする。まあ、ジップロックみたいな。これはジェットボイル。コーヒー。わあ。割り箸。これは。じゃーん。じゃーん。一番楽しみにしてる。牡蠣のスモークと。普通の。醤油漬け、油漬けか。缶詰。持ってきたものでしょ？バッグに、うん。これがサドルバッグに入ったやつ。うん。で、これあれ何でもなるやつ、ほら。何でもなるやつ。レザーマン。何でもなるやつ。包丁にもなるやつ。七つ道具。そう。結構入るやつ。うん、テーブルも持ってきた。テーブル？いくよ。ん？おお。とか言ってる間に、お湯だけ沸かしてしまおう。どうしよう。危な。まずこれを作って。今日はジェットボイルの機能。ここは、うん、炭とか使うの禁止なんだって。あ、そうなの。ガスだけ。へえ。だから、いや、ちゃんとネットで最初に調べた。つまりどういうこと？バーベキューは？ダメ。できんのか。バーベキューとかはダメだから。へえ。でもガスはオッケー。で、なるほど。あとあれ、なんかろうそく、うん、みたいなやつ持ってきてんって。うん、もう一個火いざという時のために、うん、あれは今日は使わんでおく。一応持ってきたは持ってきたんだけどね。よいしょ。で、芝生、まあこれ燃えることないけど、うんうん、ちょっと一応テーブルで。そうだね。マナーだとは思ってるけど。ガスバーナーとこういう風になるやつ持ってきた。今日は使わないよ。一応いつも持ってるやつシリーズ。固形燃料ってやつ。こうやってして今日は使いませんが紹介だけ。
こうやってして、ここに燃料入れるんって、うんうんうん、ろうそくみたいなよくあるじゃん、ほら、うん、料亭とかで鍋とかで、うん、下であれあれあれ、あれこうやってして、ここでお湯沸かしたりとか。それに火をつけたら燃えるの？燃える。これコンパクトで気に入ってます。あといい感じの色になるんだよ。わかる？この使い込んだ時に。そうそうこれで少しは軽くなるわ。前の1キロぐらい軽くなったか。解放。着いた。あとは待つのみや。買ってきたやつね。うん。トマト、エビ、エビとトマトと、君はこれ取り出し中華スープにしたの？高タンパク。はい。ビタミンも。一応水でこれもあるから。その水が重たいんじゃないの？これコーヒーを。多分余らんかなと思って。うん。座り心地いいわ。買おうぜ。すっごい、すっごい火力。やば。あったー、めっちゃ入っとる。ちっちゃいのめっちゃ入っとる。これ汁うまそう。汁飲むのまだもったいなくね。アヒージョみたいな。トマトマック入ってるで。あ、こっちでかい。ほんまや。こっちでかい。こっちでかい。いただきます。カキよ、カキ。カキ、カキ、カキ。贅沢やの。うん、カキやこれ。おいしい。カキシーチキンみたいな感じ。こんにちは。あー、え、どっちかどっちか分からへんくなったやん。え？どっちかが。でもこっちスモークっぽい。うん。こっちなんでちっちゃいんだ。うん、どっちもスモークの匂いする。おう、これ汁残すと大変か、入れてまう、うん、いやもう味完全に変わってる。油まみれになった。あ、ちょっとスモークっぽくなった。あとに油入れたら。おいしい。あと油飲んでるって感じする。なんかやっぱ外で食べるとおいしいな。キャンプしたい。家でキャンプする？家キャン。リビングのテント張るの？うん。急に何言ってるのかな？急にどうした？ないけどね。ちょっと足す。え、それメモリついてない？それが1リットルやろ、そのペットボトルが。3分の1ぐらいってことや。ケンちゃんがしたかった休日じゃない、これ。まあね、あと温泉入ってテント張れば最高。でも明日天気崩れるらしいよ。そうねって。え、だからさ、雨の中チャリで帰るのきついよ。え、絶対やりたくないですよ。だから今回は無理やけど、明
日本当に雨降るの？え、だって曇りじゃないの？曇り雨みたいな。いやいや、でも 100% ってなってたよ、降水確率は。本当に、うん、そんな気配ないんだけど。あ、コーヒー作ったら今作ってるんちゃう？いや、お湯沸かしただけやから作ったらコーヒー、ここ開けて、ここも開けるらしいわ。まずここもキャップのひねってで入れるやろ、うん、私これ食べなあかん、私これ食べなあかんって。いいやろ、全部をやらすやん。キャンプは誰の仕事ですか？はい、私の仕事です。はい、マイルドかストロングどっちにする？選べるけど、このメモリで柔らかめにする？普通がいい。普通がいいってか、規定量がいい。規定量ここ。コーヒーこうやって入って、うん、最初に普通にドリップ的な感じね。ドリップ、なんかちょっとこれ目分量わからんけど、ほら、おあ、結構入ってもた。めっちゃマイルドやん。めっちゃマイルドやん。ちょ、わからんねって、ここまで最初こんくてさ、お湯が、うん、まあドリップやからな。ここがなんかくっついてて、ここに溜まってた。最悪。まあいや、マイルド、マイルド、マイルドやって、いいわ。まあいいよ、マイルド。コーヒー、うん、いただきます。どうぞ。はい、あ、うまっ。おいしい。あ、うまっ、普通にうまい。もともと苦味ないやつ選んだでしょう。うん、うまっ、これうまいわ。うん、おいしい、飲みやすい。あ、うまい、うまい、うまい。コーヒーうまい。酸味がないから飲みやすい。はい、帰るよ。え、まだちょっと休もう。もう帰ろうぜ。なんかやっぱりさ、結局この重量差ちょうどよかったじゃん。こっちがクォーターが8キロで、こっちが荷物込みで18キロ。まあちょうどいい半だよね。倍ぐらいで、あの上りとか途中はあったけど、めっちゃちょうどいい具合にあのついていけた感じ。まあ自分もそんな辛くないし、18キロぐらいだったら全然余裕。なんか久々にロード乗ったけど、いつもアマチャリやから、まず体勢がさ全然違いすぎて、うん、びっくりした。久しぶりに乗ったら、あー、全然乗ってないやん。すっごい進む。でもあのホイールのおかげで。ホイールのおかげね。お尻が安定するから楽ちん。ああ。ポジションがなんか右のお尻乗ったら左のお尻乗らんとかなってたんやけど、うん、それがなくなったから擦れることがなくなった。贅沢よな。うん。いや本当にいいバイクやなって改めて思った今日。普通のロードバイクじゃここきついな。グラベルロードなら余裕や。それは羨ましいです。先です。どう？マイナスイオン。マイナスイオン。じゃあ行こうか。今日はっきり犬山城見えるわ。本当に。
Thank you.